はいどうも皆さんこんにちは。今日は2022年の3月5日ですね。久しぶりに土日にキャンプにやってきました。何ヶ月ぶりでしょうかね、土日にキャンプするのは。まあソロだったらね、多分数年ぶりになるんじゃないかなと思うんですけど、ここはですね、まあ以前あの山勝さんのお借りした、個人的なね野営地になりますんで、多分ね、多分っていうかもう確実に自分以外誰も来ないんで、まあ土日でもねゆっくりのんびりね缶ソロでやっていきたいなと思います。というわけで今日ねこんな感じで設営完了しております。久しぶりにサーカス張りましたね。でもめちゃめちゃ設営自体はシンプルです。まあこうテーブルがあって椅子があってね、まあ、宴会はねここでやっていこうかなと思うんですけど、寝るときはねいつも通りこんな感じでござ引いてますんでここで寝ようかと思います。で今日ですねちょっと来たときからかなり風が強いんですよね。なんであの焚き火台まだ出してません。一応ねこれ野営なんで、まあ、この風だったらねちょっと厳しいかなっていう感じなんで、まあ、風がね止んできたら、まあ、焚き火台出して、焚き火しようかなと思います。まあ、多分ね止みます。はい、夕方になるにつれて予報的にはそういう感じになってますんで、あの天気予報信じたいと思います。はい、まあ、そういうわけでねちょっと久しぶりの土日のソロキャンプでかなり曜日の感覚が狂ってるんですけど、今日はねこちらの野営地の方から1泊2日のソロキャンプお届けしていこうと思いますんで、皆さんやっていきましょう。はい、時刻は15時5分、外気温は 16.0 度ですね。はい、本当ねなんか春の陽気っていう感じで一気にぐっと気温が上がったんですけど、半分ねこう幕内に入ってきてとりあえず今始めてるんですけど、まあ皆さんあれです、本当冬キャンプ終了のお知らせっていう感じですね。はい、そういうわけなんで本日はですね、先日夏キャンプさんよりいただきました、日本一美味しい肉味噌、これを使いましてこちらのキュウリをですねちょっともろきゅうみたいな感じで食べてみようかなと思います。そうそう、これ日本一美味しいですか。日本で一番うまいらしいです。わーわーわー、すげえぞすげえぞ、サーカスが踊っとるぞみんな。もう風はねもうマジで鬱陶しい。本当に雨はねよく言えば風情があるんですよ。風はねもう本当に怖いんです。キャンプしててね焚き火もできんし、こりゃこんな感じかな。ちょっとガスッと乗っけましょうね。ガスッと、せっかくなんで。じゃあいただきます。日本一美味しい肉味噌きゅうりですね。うん、うまい。というわけで早速ね飲みましょう。本日の1本目、朝日の生ジョッキ缶ですね。じゃあ風が止むのを信じまして皆さん乾杯。うまい。いやちょっとねこの風は本当にあの想定外というか、来るまでは全然風なかったんですけど、朝ねこう準備してる時からすごいなんか風が強くなってきて、でそっからね爆風になったんですよ。なんかね久しぶりにこう雪中キャンプじゃない普通のキャンプをするとねめちゃめちゃ楽ですね。とりあえず、まあ、風は本当に嫌なんですけど、ほらこんな感じ。うん、うまい。はい、じゃあね、まあ、今日のキャンプなんですけど、一つね、やりたいことがあるんですよね。まあ、何かと言いますと、このとこにあの、7人出してますんで、まあ、勘の鋭い方はもう気づいてる方いると思うんですけど、今日はですね、こちらです。美味しさは思い出になる、池口精肉店でですね、大量にお肉を買ってまいりました。まあ、大量にって言ってまだそんなにないんですけど、とりあえずね、何買ってきたかというと、はい、黒毛和牛の牛タン、和牛ミスジ、和牛のイチボ、最後に和牛ももステーキですね。このお肉たちを買ってきましたんで、今日はですね、まあ、ずっとこう雪中キャンプ続いてましたんで、冬キャンプお疲れ様ですっていうのもねちょっと込めまして、ここでね一人焼肉パーティーをちょっとしていこうかなと思います。ちなみにめっちゃ高かったです。これだけであの5000円以上ありますんで、高級焼肉ですね。次いつになるか分かんないですけど、今日はここでゆっくりのんびりやっていこうかなと思います。まあ、早速ねちょっと火を起こして焼肉パーティーしていきたいんですけど、まあ、あいにくねこの風がね邪魔をするんですよ。なんでねとりあえずこちらです、和牛ももステーキ、これだけをねちょっとガスを使ってスキレットでねここで焼いてまず食べようかなと思います。こいつらはとりあえずまた冷蔵庫の中に移動ですね。すごいでしょこれ、わかるかなこの色ツヤというか、もう見てるだけでこう幸せになりますよね。いやー素晴らしいです。今日はねちょっと飯テロ会っていう感じでやっていきます。和牛ももステーキ、
で、なんかこんなね、付属のなんかステーキスパイスっていうのがついてたんで、これでね、ちょっと調理しています。ね、Gステーキ。よいしょ。なんか夕方になったらやっぱちょっと風が落ちてきましたね。俺の経験上ね、やっぱ夕方から夜にかけてはね、風弱くなるんですよ。大体あの昼間にすっごい吹いててもね。よいしょ。ガスはコンロくんです。炭はね、物によってはちょっと味が変わりますけど、ガスはね変わんないんで、コンロくんで大丈夫です。牛脂塗っていきます。よし、オッケー、いきます。よし、わっマジか、ちょっとやりすぎたなあー、どう？いいんじゃない？俺的にはこれ大丈夫だと思う。映像では若干分かりにくいですけど、レアってほどではないけど、あのウェルダンっていう感じでもないです。まあオッケーでしょう。せっかくなんでね、何もつけずにこのままいただきます。うん、わー、うまい。ちょっとあのビールがなくなりましたんで替え玉します。いいですよ、こう誰にも邪魔されることなく美味しいステーキを食べるっていうのはね、皆さんの素晴らしい贅沢ですよ。はい、生ジョッキ缶復活、乾杯。じゃあちょっといつものね、からし醤油でもやっていきましょう。まず減塩醤油ですね。減塩醤油がたっぷりいきます。でもあの炊事場がねここないんで、洗い物はもう出さないように、出さないようにっていうか、出ても洗い物できないんで。でからしですね、これをキューッと、わちょっとあの最後下痢になってしまいました、すいません。じゃあこういう感じで、ちょっとあの焦げてない方を上にしましょうね。こうやってからしをちょっとつける。こういうね、赤身の強い肉はね、からし醤油です。いただきます。うん、うわー、マジうめえ、うまい。まああのあと3切れなんですけど、これ食べ終わったらね、焚き火の準備しようかなと思います。いやー、よかった。ほんと夜ね、こう焚き火できずにずーっとここであの瞑想タイムになったら、まあなかなかちょっとしんどいもんがあるなと思ってたんですけど、いやほんとよかったっすね。嬉しい。なんだかんだでいいキャンプになってきてます。というわけで皆さん、後ほど。はい、時刻は16時55分、外気温は 8.3 度ですね。はい、じゃあね、まあ、焚き火もつきましたんで、これからね、お楽しみの焼肉パーティーとしていきたいんですけど、やっぱりね、焼肉食べるにあたって、お米もね、ちょっと欲しいなと思ったんですよ。なんでね、まずお米を炊きます。で、お米が炊き上がってから、やっぱ焼肉パーティーですね。というわけで、今日お米なんですけど、こちらですね、宮城県の清流米っていうんですかね、あの、視聴者さんにいただきました、5000米です。このペットボトルに入っているタイプがね、かなり届きましたんで、今日はね、これを使ってお米炊いてみようかなと思います。水をたーっと入れて、これでちょっと吸水させて、今日はねちょっと初めて G ストーブで米炊いてみようと思います。まあどうなるか分かんないですけどね、多分大丈夫だと思います。で G ストーブはね、かなりあの点で火が出ますんで、バーナーパッド置きますね。まあこういう感じでちょっと吸水終わったらね、これでやってみようと思います。でその間にですね、これです。はい、焼肉用のね炭を起こしていこうと思うんですけど、はい、楽楽竹炭っていうんですかね、これをねちょっと買ってみたんですよ。でこれ一回使ったんですけど、このちっちゃい七輪とねすごい相性がよくって、今日はねこれを使ってあの焼肉していこうかなと思います。まあ言ってもね、あのここにも書いてるんですけど、こう着火剤不要、経済的、スピード着火っていう風に書いてるんですけど、めちゃめちゃねすぐ火がつくんですよ。ただね、あの匂いがちょっとやっぱどうしてもありますんで、それをねこうあの燃え切らせるためにも今からね着火しとこうと思います。はい、いきますね。こんな感じでもついてます。超楽ちん着火ですね。もう一個つくかな、置いときゃ。
なんだ、昔あったあの蛇花火みたいなね、そんな感じでこうバーって広がっていくんですよね、火が懐かしいですけど、これがね結構なんかあの独特な匂いがあるというか、なんというか、ちょっとねあの火つけてから置いとった方がいいです。セット、はじめちょろちょろ中パッパって言いますからね。七輪を目の前に持ってきまして、このぐらいですね。でここにね、これです。昨日あのニトリで買ってきたんですけど、こういうねあのタレを入れる皿を置きます。でタレはこれですね、ジョジョ園の焼肉のタレ。これがねめちゃくちゃうまいんですよ。開けまして、値段もこれ500円ぐらいするんですけどね、あのめっちゃうまいです。今日はねあの食べる肉がすごいいいやつなんですけど、安いお肉でもこれつけたらね、なんかめっちゃ美味しくなる気がします。入れます。でもう一個はこれどうするかと言いますと、これですね、レモン、アメリカ合衆国産です。これをね絞って入れます。よいしょ。全部は使わないんで、とりあえずね使う量だけ半分の半分、4分の1ですね。でこれはちょっとあの袋に入れて、おりゃ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 、こんな感じで、このレモン汁の中に気持ちばかしの甘人の文字を、ほんとちょっとでいいんですけどね、パラ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 っと、このぐらい。そうしたら網セット、通気口マックス、これで宴の準備は完成です。というわけであの米がね全然炊けてないですけど、もう我慢できないんで食べます。まず1品目、定番はこれですよね、牛タン。じゃあ皆さん、こっからはもうひたすらな飯テロタイムですよ。いきます。牛タン投入。いいね、このミニ七輪に牛タンはちょっとやっぱ絵になりますね。どうしても2枚が限界、なんならちょっと2枚も厳しいかもしれないですけど、2枚いきます。そうしたらねもう皆さん、こっから牛タンに全集中です。この血の浮き方とかね、縮み方、その辺をねしっかり見て、もうこれ多分いい感じですね。えい、あ、この辺ちょっとまだ早かったですね。ちょっとやっぱ入りきれてないですね。これ1枚ずつ焼いた方が綺麗に焼けるかもしれないですね。さあぼちぼち、これエンデネンか、ちょっとこれいきます。まずはねレモンに入れて、こうしっかりねレモンと甘人の文字をこう絡めまして、いただきます。うん、めっちゃうまい。さすがね、これだけであの2000円するだけの価値はありますね。いやー素晴らしい、うまいわ。昔はねなんかの焼肉はひっくり返すの1回だけってずっと思ってましたけど、なんかねやっぱ年取ったのか、最近はねちょっとあの何回かこうひっくり返す方が油が取れて美味しいなって思うようになりましたね。やっぱあの年取ってきたんだなって思います。まあタンはねそんなにあの脂っこい部位じゃないけど、そんなあれなんですけどね、気にはなんないんですけど、いただきます。うん、うま、最高やで。これこの七輪はねこうじゃな、1枚、サイズ的にちょっとこれが一番しっくりきますね。一人で来て一人の時間ゆっくり楽しむんだったらこれがちょうどいいっすね。あのせかされることは一切ないんで、この感じにはちょっと1枚ずつチビチビ焼いて、まあ、タン食べ終わるぐらいにこうランタン着火ぐらい、多分ちょうどいいぐらいの時間でしょうね。あーうま、ちょっとビールがノーなったで。2本目です。おりゃよいしょ。いきますよ。おいや、おー、ええ感じじゃね。あの初めて G ストーブでガスで炊いた割にはなかなか上出来だと思いますね。ちょっとこれだけでね、いただきます。うん、うまいうまい、全然いい。牛タンもこれいい感じじゃないですか。今度はタレですね。タレ、ジョジョ園のタレに牛タンをこう入れます。ピントが合ってないですね。これですよ、これ。これをねどうするかというと、ご飯の上に乗っけんです。これをねガバッと取っていただきます。うん、はあ、うまい。はい、時刻は18時35分、外気温は 4.6 度ですね。はい、じゃあねちょっと完全に日が暮れましたんで、もうランタン着火してね、まあ、これから夜の部開始っていう感じですね。なんかねあの日が暮れてからよくわかんないなんか獣の鳴き声がしてますね。あれは多分ね馬ではないと思うんですけど、なんかねちょっと聞いたことのない鳴き声ですね。はい、というわけでまあ気温も下がってきましたんでね、ちょっと焼酎も飲もうかなと思います。今日はこれですね、前割りしてきました。中身は何かと言いますとこちらです。お鈴山山猫ってやつですね。とりあえずアルコール度数 25% の芋焼酎です。いただきました、限定出荷ですね。ありがとうございます。これはちょっとこの辺に置いときまして、前割りしたやつをね例によって缶していきます。
オープン。おいしょ。であれはね、まあ、このままちょっと放置しといて、さっきまで食べてた牛タン、あれがね全部なくなったんで、次はねこれいきます。和牛のイチボです。ほら今鳴いてる。これ何の鳴き声ですかね。イチボ、さあ行きましょう。これもう多分 OK。 いい肉はねやっぱレアがいいですよ。さあ和牛イチボです。いただきます。うん、うまっ。結構ねなんか油がやっぱあるなっていう感じなんですけど、全然くどくないんですよ。その油がねめちゃめちゃうまい。うん、こうなんていうかね、誰もいない八重地で一人これだけ贅沢な焼肉キャンプしてたらね、帰り道の道の駅で家で待ってるね嫁さんと子供のためになんか白菜でも買って帰ろうかなっていう気になりますね。いやマジでうまい。これがあの本当の孤独のグルメですよ皆さん。焼酎の前割りですね。これいただきます。あの今回もね稲川先生じゃなくて、前回買ったこの備前焼きのねぐい飲み、これでちょっといきたいと思います。せっかくなんでね。うわーいいじゃんいいじゃん。これ見て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 、これいただきます。あーうまい。もう胃にね染み渡る。なんだかんだで結構肌寒くなってきたんですけど、これがねこうグッとこう胃の中に落ちてくるというかね、もう素晴らしい。あーうまっ。これ味的には何なのかな、めちゃ濃い気がしますね。あっさりはしてないですよ。ただあのキリッとしてて奥深い味がする。本当にうまっ。お肉もねこれいきましょう。牛ミスジ本日ラストですね。だからまああっという間ですねこのぐらいの量だったら。でもなんか33歳になるとこういう感じの食べ方の方が俺はなんかいいなってなってきた。昔はねこう安くてどれだけ食べれるかみたいな、ご飯おかわり自由みたいなとこすごいなんか魅力的だと感じましたけど、この年になったらねあの全然食べれないんで、いいものを少量みたいなね、なんかそういう感覚にちょっとなってきましたね。ミスジです。ミスジもなんか結構な希少部位っていう感じですよね。じゃあいただきます。うん、あーうまっ。ほんと贅沢。今日はいいキャンプや。久しぶりのねこの休日キャンプというか、まあ土日に来たキャンプなんですけど、もう乾燥でねほんといいキャンプです。めちゃめちゃ楽しい。次のミスジはねちょっとこの葉っぱに巻き巻きしまして食べようかなと思います。ほらどう、美味しそうでしょ。これを包みましていただきます。あーうまっ。続いて追いキムチですよね。なんか肉食べた後キムチ食べるとこれがねうまっ。焼酎、あーうまい。すいません、ちょっと美味しすぎて自分が馬になっちゃってました。すいません。もうこういう茶番はやめましょう。はい、そういうわけでただいまの時刻は19時15分、外気温は 2.7 度ですね。すいません、大変申し訳ございませんでした。何も言わず一回謝ります。どうしてねちょっとこういうことになったかっていういきさつをまあお話ししますと、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、私ですねあのホラー映画とか怪談話っていうのがめちゃくちゃ好きなんですよ。であのつい先日ねこう公開されたばかりの牛首村っていうあの映画をちょっと一人で見に行きまして、そしたらねやっぱこう動画配信をしてる身としては、まあ、どうしてもねやっぱりちょっとこういうのにあのインスパイアされるというか真似をしたくなっちゃうんですよね。本当にこう悪い癖で、で帰りのドンキでねついついもうこれ買っちゃいました。はい、ごめんなさい。でねあの牛首村なんで本当はね牛なんですよ。ただのこれはね馬なんですよね。なんでこれ馬かっていうと、もう全部牛が売り切れてたんですよ。やっぱりねあのホラー映画好きな人ってこういうのやっぱかぶってなんか真似したくなっちゃうんでしょうね。はい、なんで多分全部売り切れてたんで、自分はねこのちょっととりあえずあの馬を買いました。の馬首村っていう感じであのやっちゃいました。
大変申し訳ございません。まあ、ただね、今日本当はね、別のキャンプ場にちょっと行こうかなと思ってたんですけど、まあ、土日っていうのもありますし、こういうのをね、ちょっと被ってキャンプするんだったら、キャンプ場ちょっと良くないっす。やっぱり他のお客さんいたら全然迷惑になると思いますんで、こういうちょっとアホなことしたい方はね、ちょっと個人的にやってくださいね。まあ、俺は個人的に契約してる野営地がありましたんで、今日ここでやってるんですけど、普通の一般のキャンプ場でこういうことやってたら、ファミキャンとかで来てるお子さんとかもいらっしゃると思うんで、普通に怖いと思うんですよ。なんでこういう迷惑になるような行為は、自分の動画を見たからって言ったら真似するのはご注意ください。まあそういうわけでね、私の方は、これですね、ミスジとイチボまだ残ってますんで、動画を撮り終わったこの後二次会でね、ゆっくりいただこうと思いますんで、皆さん明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。また明日。ヒヒーン。はい、おはようございます。現在の時刻は、7時13分、幕内 2.0 度ですね。ちなみに今回の最低気温は21時50分のマイナス 1.8 度っていうのが今回の最低気温ですね。で、今回からね、ちょっと幕内の気温しか測ってないんですけど、全然寒くなかったですね。もう本当に春になったなっていう感じです。というわけでね、ぼちぼち外に出て焚き火を起こしたらね、コーヒー飲んで撤収しようかなと思います。朝市の景色です。まあ昨日よりかは雲ありますけど、まあいい天気ですね。はあ、いやーのどか。ここんとこね、ついに破れちゃいましたね。わかるかな、こんな感じ。ちょっと若干わかりにくいですけど、こんな感じでね、破れました、ついに。思ってたよりだいぶ長持ちしましたね。多分時間的に言うと80時間ぐらいじゃないですかね。俺的には結構持ったなっていう感じでした。で、このね、折り目のところが破れてくるんで、折らずにね、そのまま広げて置いてたら、もしかしたら100時間ぐらい持つんじゃないかなって思った今日このことです。まあもしね、このモノラル買おうか検討中の方はちょっと参考にしてみてください。じゃあお湯が沸いたんでね、朝のコーヒー飲みましょう。本日のコーヒーはこちらです。タリーズのエチオピアモチャ、G1 ウラガナチュラルですね。はい、なんか絵が描いてますけど、これはなんじゃろうね、カモシカか多分なんかだと思うんですけど、まあ馬じゃないのは確かです。早速ね、これいただきたいなと思います。コーヒー飲むときは稲川先生ですね。さあさあさあ、じゃあいただきましょう。タリーズのエチオピアなんとかです。乾杯。あー、なんだこれ、すっごいなんか濃いっていうか芳醇っていうか、あんまりね、今までこれ飲んだことないわ。うん、芳醇でスモーキーですね。ちょっとよくわかんないですけど、まあ私の方はね、この焚き火が燃え切ってコーヒー飲み終わったらね、ぼちぼち撤収していこうかなっていう感じなんですけど、今回のキャンプね、振り返ってみて思ったのは、めっちゃ楽しかったっすね。なんかいろいろさらけ出したというか、一人でいろいろはしゃいでましたんで、これがね、本当野営のいいとこだなって思います。時々ね、 SNS とかでも見るんですけど、キャンプに来て謎の技能をこう競ってる人いるじゃないですか。やっぱりね、俺的にはまあその技術云々とかも大事なのかもしれないんですけど、自分がね、どれだけ楽しめたかっていうのが、まあ、本当重要だなって改めて再確認した一泊二日のソロキャンプの夜でしたね。はい、というわけで、一応ね、ここ野営地なんで、もう火の後始末とかゴミのね、処理とかはもう完璧にして、ぼちぼちね、撤収していこうと思いますんで、皆さん後ほど。
はい、時刻は9時33分ですね。こんな感じで撤収完了です。じゃあ自分の方はですね、帰りの道の駅で嫁さんと子供に白菜買って帰ろうかなと思います。じゃあ皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、概要欄からね、 Twitter とインスタのフォローよろしくお願いします。それではさよなら、また来週、バイバイ。